ははい、いさんおはようございますこのパネルディスカッション、えー、NEXT ユニコーンと題しまして、えー、非常におそらくパネルリストにもプレッシャーがかかってる <laughs>、えー、パネルかなと思います、これも新しい VC からの、えー、プレッシャーのかけ方と。<laughs> とといいいいいうううことで、えー、送っていきたいというふうに思いますあの今日この会場には、えー、とたくさんの方が来てますあのベンチャーの方が多いように見えつつも、えー、実際参加者リ,リスト見ると3分の1くらいが、えー、とベンチャーでそれ以外の方は、えー、と政治家とか文化人とか官僚とかいろんな方がいらっしゃってますなので、あのー、このセッションでは、えーとまあ、皆さんが、えー、とユニコーンをどうやって作っていくのかっていう観点に加えて その日本にとってユニコーンがなぜ必要なのかとかそれを生み出すためにはどうしていかなきゃいけないのかということをみんなで議論していきたいというふうに思いますあのこの会場にはあのおそらくもうユニコーン化している方も、えー、たくさんいらっしゃっていると思いますし昨年6月に VC バックドのスタートアップとして日本初のユニコーンというふうによく言われているメルカリの小泉さんもいらっしゃると思いますので。 えまあそういうものを受けてあの先日、政府も2023年に日本からユニコーン20社出していこうというような方針も掲げてましたのでそのあたりを、えー、みんなで具体的にそれでどういうことなんだろうかということを見ていきたいというふうふに思います。まず最初にですねあのおそらくまあ事業のことも詳しく知らない方もいらっしゃるというふうふに思うのでちょっと事業紹介を兼ねて、えー、とそれぞれから将来的にどういう世界を作っていきたいのかと。 いうまあ大きな構想とあとはえっとそこに向けてえっと今自分たちはどういう授業をやっているのかというのをそれぞれお聞きしてそれをオープニングとしたいと思いますじゃあ加奈さんからお願いしますえ金谷ですよろしくお願いします、えー、まあ僕たちはですねまあ自分たちを困りごと解決企業と位置づけてましてまあ困りごと解決企業が世界一になると世の中良くなるという名のもとにまああの時価総額世界一というところを2040年になると。 いう,ふうに、えー、目指現状やっていることは、まあ、僕たちの中で4番打者ではなく1番バッターと呼んでいるんですけど駐車場のシェアリングをやってますで駐車場シェアリングってあのどういうものかというと空いている駐車場をあの、まあ、シェアリングできるようにしたりあとは、まあ、今、茨城ロボッツさんの駐車場もやらせてもらっているんですけども駐車場を予約できるようになるんですね。 でキャッシュレスで使えると、まあ、そういった事業を今全国3万箇所でやっていまして会員が130万人いるという形ですでそれ将来何やるかというところで言うとあの自動運転のやっぱシェアリングをやりたいと思ってましてで現状130万人のユーザーがいてそのうちまあ100万人は車持ってるけど30万人は持ってないので自動運転のシェアをやる前に C2C のカーシェアをやるとかですね 一方、駐車場3万箇所あるんですけどそこを、えー、充電スポットにこれから置き換えていくために増やしているとかですね、まあ、現状の事業はあの将来の自動運転につなげていくというイメージでやっているというところですよよろししくおお願いいまますすはようござスマートロックのアケルンというプロダクトを作っています川瀬と申します。 えーとですね、僕らはあのーまあ、後付け型の、えー、いわゆるあのつまみの後ろ,後ろについてるあのサムタウンというところにペタッと貼り付けるだけで、えー、スマートフォンで鍵を開けることができるという、えー、顔をした、えー、そんなベンチャー企業になっていますなぜなんかスマートロックでユニコーンみたいにこう思われている方も結構多いかと思うかもしれないですけど結構あの僕らの描いている世界観ってめちゃめちゃでかくてですねあの今、あのー、キャッシュレス社会ってすげえ。 あの盛り上がってるじゃないですか要は現金をなくして全部あの銀行間のやり取りでやってしまうよって話だと思いますけどあの要は僕らがやって,るやっていくことはあの木入れ社会ってていいいうのを実現していきたいんですねあの今どんどんこうアナログなものが減っていってまあ現金もなくなってもう次は100%鍵がなくなっていく時代が来るんじゃないかなというふうに思っていてその0.5番打者として <laughs> あの今はスマートロックという分かりやすいアイテムで攻めていてえ全ての錠前にインターネットをはわせるっていうことを死ぬ気で。 やっている会社でございます。はい、お願いします。えー、皆さんおはようございます。株式会社メドレーの豊田と申します。えっと、うちの会社はですね、医療をかけるまあ介護領域も入るんですけど、まあ医療介護領域、ヘルスケア領域とインターネットサービスを、えー、まあ組み合わせて、医療ヘルスケアの未来がもっといいものになったらいいなというふうに思ってます。やっぱり医療介護とかって暗い なニュースになると大体暗いんですよね、医療介護でたるい明るいニュースってほぼ聞いたことなくて、医療費が高騰するとか崩壊するみたいな話で、でもなんかそこで思考停止になりたくないなというふうに思っていて、もともとずっと臨床現場で農外科として働いてたのが、まあ、ちょっと現場にいては何も変わらないなという印象を持って、4年半前からこのメドレーという会社に入ってます。で取りり組んででるこことととは人人、えっと、人材のですす、ね、医療介介護護領域っててごいがが足りなくて介護施設とか人が 施設はあるけど人が足りないからベッドが開けられない介護施設とかっていうのが世の中にたくさんあるんですね。で人さえ介護施設で働いてくれたらもっと介護今介護を必要としてる必要としてる人を受け入れられるけど人が来ない。 けどその人たちは採用力がないみたいな状況に介護施設が陥っていてそういったところをサポートするようなプラットフォームのプロダクトを作っていたりとかあとはまあこっちの方でえっでうちのことを知ってる人がいてくれたらえ知ってる人多いと思うんですけれどがオンライン診療みたいなものとかで医療と患者さんっていうもの例えばですけど薬めっちゃいいの作っても今って薬を飲ませるための仕組みって1個もないんですね。 糖尿病の薬って毎年ま5年に1遍ぐらいすごいいい薬って言われてるんですけど別に古い薬でもちゃんと飲んでら治るけど飲ませる仕組みはないと患者さんに本当に医療を最後まで届けるような仕組みとか文化って日本にないなというふうに思っていてでそういうオンライン診療とかで医療と患者さんの関わり方が変わるってなると医療のあり方が変わるだろうと思っていて。今までの医療っていう固定概念を根底から 変えて医療従事者も患者さんもよくなるような世界っていうのが作れるだろうなと思っていてそのための一個一個プロダクトで見せていくサービスとしてそういう世界を作っていくということをちょうど2018年に、えー、と世界でユニコーンが300社あるというふうに言われています。 アメリカで大体160社、中国で80社、えー、とその他でまあその他という感じでまだ、まだただ日本からは数社しか出てないと、ちょっとあの改めてお伺いしたいんですけど、まあ、ユニコーンって一つの定義だと、えーとまあ、未上場のえと会社で時価総額1000億を超えているところという形ですが、皆さん、そもそもユニコーンを目指しているのか、もし目指しているんだったらなん、なんでユニコーンを目指しているのかというのをちょっと改めてお伺いしたいと思います。 いやまあ、あのまあ、このセッションがある以上、まあ、目指していると言わざるを得ないという感じがしますけど、<laughs> まあ、でも実際、まあ、さっき朝あのち、話した感じだと、あれですよね、あの僕らの描いている世界観を実現すると、まあ、ユニコーンぐらいいくよねっていう、あのまあ、そういう模範回答でしたよね <laughs>、<laughs> <laughs> はいそんな感じだと思います、当然目指してます。ささんどうぞえとそうぞそでですねっっき、えー、オープニングであった通り この,このタイミングでこの環境でこのセッションは酷だなという話をすごいしていたんですけれども、えっと、ユニコーンかどうかはまあ基本的には結局人が決めることになってしまうのであの市場の環境で変わったりとかもするし投資家の見方で自分たちはもっと価値があるはずだと思ってもそう評価してくれないとか逆にオーバーエスティメートがあったりとかすると思うのであんまりそこはなってないんですけどでも確かに1000億ぐらい。 に少ななくともなっている会社はやっぱ何か社会にインパクトを与えたりとか多くの人の注目を浴びてその注目をより事業にドライブするみたいな循環に入っている会社のような気はするので、まあ、社会としての責任も大きいですけどなのでやっぱりある程度ボリュームとして大きくなっているっていうのはやりたい世界を実現するためには必要なのかなという,ふうに思っていてそれが出るタイミング上場っていうのをどこに置くかっていう感じ。 なん,ていうんですかねただそこのマイルストーンなだけかなっていう感じはしてますなるほどまあその一つのまあユニコーンってファイナンシャルなマイルストーンですけどより本質的にはやっぱまあ大きな事業世界、社会にインパクトを与える事業を作りたいということだと思うんですけど今そ、それにあたってのボトルネックというか何をしたらその自社の成長が加速していくのかというのをちょっととお伺いいいしたいと思いますまあ僕の場合は採用ですね、やっぱり経営者の採用ですね。えー、まあ僕 うん僕のレベルでは多分結構難しいので僕より優秀な人をどんどんこう採用していくことを考えていて、まあ、正直、別に僕が社長じゃなくても結論いいと思うんですよ自分たちの目的が達成されるなら,らそれぐらいの気持ちで本当に経営者を探しているというかもちろん自分でできるのが一番いいので自分もめちゃくちゃ勉強して、まあ、頑張ってますけど、まあ、も,もっといい人がこの人ならっていう人がいたらねまさに。えーまあ それでもいいいんじゃないかなかと思っていていとにかく自分がというよりもまあ自分がやる気で満々もありますけど何よりも目的を達成することが大事なのでまあそういう人がいれば別に退いてもいいと思うぐらいなんで常に探してますねそういうい経営者を今、そういう方々スタートアップ市場に来ていらっしゃるんですか優秀な経営陣、経営メンバー,っ<え>ーどういういふうに見てます？まあ自分より優秀な人はたくさんいてまあ社外取締役に例えば杉山さん 正則さんが入ったりはしてたり事、まあ、業も全部 COO に任してるんですけど、まあ、なんていうんですかねもっとこう大きい事業を作ったことある人とかどんどんこれから、まあ、ちゃんと来てもらいたいなと思ってるんで、まあ、もっと頑張らんダメですね人のところが重要ですとはい何があるとアクセラレートされますかえーっとですねまあ うんまあ、その明確な会議がパンって言えるわけじゃないんですけどやっぱその僕らの描いている世界観だと例えば、まあ、自分の持っている、まあ、例えばワン、まあ、ID でこう全てが開く世界観って絶対美しいなとうう思っているんですよ、でそのためにやっぱりこう文化を作っていく必要があるなとうう思っていてまずにそのキャッシュレス社会をこう広めた、まあ、一番最初は、まあ、それこそダイナースクラブがクレジットカードというものを初めて作って。 でそこからニューヨークでドミナント式にこう広げていってみたいな、要はもう現金じゃなくて、あのもう他の決済方法はあるよねっていうことをこう広めきった、まあ、そこって一つのブレイクスリーポイントだったなというふうに思っていて、それがおそらく切れ社会にも一つヒントになる部分があるんじゃないかなと思ってますが、まあ、そういった文化を作っていく、なかなか難しいなと思いながら、そこにちょっと向き合っていかないといけないなというふうに思ってますね。 産、まあ、業とかいろいろあるんですけどうちの会社だともう完全に規制緩和かなと思っていて、えー、とさっきまさに安倍知事も言ってたことであったりとか昨日の夜のセッション出た方もでなんか結構その後いろいろは話したりとかしてる中で感じたのが他の今まで官僚の方とかも話してるんですけど日本ってドゥーが細かくてドンツが漠然としてるっていう文化がすごくあるなと思っていてなんかやるななんとなくやっちゃいけないっていうのとこうやりましょうみたいな。 ことがすごく明確になっていていやり方って成功の方法って何通りもあってただやっちゃいけないことだけはちゃんと決めるっていう方がいいはずなのになんかドリルやりなさいそうすると明日のテストの点数はいいかもしれないけど10年後の成長カーブってドリルやらせた子どもよりもなんていうかもっと自分で学ぶ力とか試行錯誤する力を持った子どもの方が絶対10年後伸びてると思うんですね別に子どももいないんですけど。ななののでなんかそういうよういよを ようなな文化になれば各企業が工夫とか努力は企業って絶対するのでなんかそのやっちゃいけないっていうことさえ明確になっていてあとはこういう方針でみんなでってかこういう方針をやりましょうあとはみんなでそれぞれ頑張れっていう文化に日本がもっとなってくれたら。 いいいなっていうのは、まあ、医療介護領域って本当にもうこうしなさいああしなさい箸投げ下げまで規則で決められてしまっているのでもっといいことがあるはずなのにって言ってもみんなそう思っててもでも規制があるから仕方ないよねっていう思考停止をしてしまう産業でそれがなくなると、まあ、医療介護だけじゃないと思うんですけどもっといろんなところで新しいイノベーションとかが生まれたりこうわこれは思いつかなかったみたいなことができる人たちが出てくるのかなというのはすごい。 日々感じていますなんかちょっとそこのところもうちょっとなんか生々しい話がいっぱい出てきそうなんで掘り下げていきたいんですけどあのまさにその規制領域でやっているあのメドレー社としてそのまあオンライン医療にまあ結構その突破して風穴を開けて実際実現しているというような状況だと思うんですけどここまで来る道筋の中でおそらくいろんな苦労があったと思うんですけどその規制緩和とかしていくにあたってまあどういう壁が。 あって、それをどういうふうに乗り越えてきたっていうのを、ちょっと場合によってこれはオフレコにしていただきながら、あのちょっとシェアしていただければと思います。そうですね。オンライン診療全然実現できてなくて、まだまだあの都心部とかだと結構入ってますけど、まだ全国的なうねりとかには全然なってないっていう状況だというふうに思っています。で、その中で、まあ、やれたことやれないことって言うと、例えばですけど、そのちょっとした規制緩和が起こって たんですね、3年前ぐらいに。でそのテレビ電話で医療っていうものを受けてもいいよっていうことが明確になってでそこでまあいろいろ頑張ってやった結果、えー、なんだオンライン診療っていうものを社会的に、まあ、医療の,その制度の中に明確に 入り込んんだだっっていうののが去年の4月だったんですねなので、まあ、2年間でそういうテクノロジーみたいな新しい概念が正式なものとして入るっていうのは結構ありえないぐらいのスピードだっていうことはすごく、えー、いろんな人におっしゃっていただいたっていう一方でものすごいやっぱり規制も強いものになってしまっていてでそれのまあ反省というかあれとしてはやっぱり自分たちはいいことをやってると思ってるし医療のためになることをやってるって思って。 でやってるんですけどやっぱ伝わらないと意味がないしあの、まあ、昨日のセッションでもあったまさにそうだよなと思いながら聞いてたんですけどやっぱりなんかこうベンチャーとかって身体急みたいなこう構図を生み出しがちだしそう見られがちになってしまって別に古い量 システムを否定する気も全然ないしそこで自分は育ってきてるのでなんですけどもっとここはこういうふうにしたらいいって思ってるっていうだけなのになんかディストラプターみたいなことをこうなってしまうっていうのは自分たちとしてもっと丁寧にやるべきだったなと思うしもっと自分たちからなんかいいことをやってるんだから大丈夫だろうとか分かってもらえるだろうじゃなくてやっぱりもっと分かってもらう努力っていうのは何ていうかこう、うん、そういう産業だったら。 必要だっったんだなななていいいうのは今となればすごい思いますすご思まねなるほど大人ですね <laughs> <laughs> なんかその「新体9」みたいな今キーワード出てきたんでそのお二人にお聞きしたいんですけどまあそのバリバリの規制業界ってわけではないと思うんですがとはいつつ、あのー、既存でされてる方々もいるという中で、まあ、新しく新興勢力として出てきてそして勢いもあってどんどん伸びてるという中で、えー、なんかその「新体9」みたいな構造ってお二人の会社においてもあったんですか 業界においてもあの、まあ、ちょっとなんかこういうセッションでちょっと拍子抜け感はあるんですけど、なんかすごいあの法こう、ね、あの規制緩和してくれっていうベンチャー企業が多いなというふうに思ってるんですけどあの、ぶっちゃけた話、僕らはですねあの、法律が結構厳しくなっていただいたおかげで、結構今、ぐっと伸びてるところがありまして、でですすね <laughs> 具体的にどういういことですかあの例えばあの個人情報保護法。 要はあの個人情報を全部扱うあ全事業所で、えー、入退室のログを取らないとダメですよっていうことがこうなっていたりあとはまさに4月1日から改正された働き方改革か、まあ、関連の、えーまあ、法律で例えば、勤、え、怠、ー、管理とかを例えばエクセルとか、えー、あとはその手書きでやるのってもう NG で電子的にやりましょうね、それであのアケルによる入退室によって取れるみたいなことで。 もうそこからですねここ2年間もひっきりなしにお問い合わせいただいてまして <laughs> 特にあれですね大企業はそういうことをやってたんですけどあの中小企業とかはほとんどできてなくてお変わっちゃったよセキュリティどうするの個人情報どうするのみたいな、まあ、それがまあちょっとまあ結構、過度にいってるなっていう感覚があってですね正直、働き方も含めて、まあ、おかげであのいい感じの伸びをやってますっていう感じですかねな,なのでまあどっちとも言えないなっていう,ふうに思ってます。逆にまあ民泊法ととかはやっっぱりもっとね、あのー 欲しかったなに日数欲しかったなっていうのもあるので、まあ、ちょっと本当にいろいろ側面あるなっていうふうに思ってますね。追いう風で使ってるってことですね。はい、そんな感じです。うん、金谷さんのところ今もう多分駐車場のロケーションの数で言うと日本ナンバーワン、ね。そうですね。あの既存コインパーキングは全て超えましたので、やはりまあ、既存業界とまあシェアリングっていうのは別であるんですけど、まあ民泊とか。 まあライトシェアとか他のシェアリングで結構既存業界の反発でまあうまくできなかったりするんですがまあ駐車場の場合はですね、実はもうコインパーキングの空きすらもシェアリング今してましてえ大手10社中8社空きっぱと提携してるんですねまあそうするとどうなっていくかというと最初はえ駐車場のコインパーキングの人たちはシェアリングにすごい反発してたんですけどえ今年ですね、えー まあそうやってコインパーキングさんの売り上げを上げてたら、コインパーキングの協会の、えー、ビジネスモデル対象に今年アキッパが選ばれたんですよ。<laughs> これどういうことかというとですね、コインパーキングさんがみんな投票するんですよ。投票制でアキッパが選ばれたんで、もうこれはね、えー、反発するところがなくなったんですね。<laughs> それなんか最初は多分なんだこいつらはっていうふうに思われたところがスタートしてると思うんですけど、最終的にその。はい 向こうに選んでもらうようなそんな立場になるまでに、はい、どういうふうにそこって関係作ってこうやって仲間にしてったんですかまあ僕たちもともと営業会社なんで、まあ、とにかく営業が行って、まあ、僕たちはコインパーキングをディスラプトするんじゃなくてコインパーキングさんの売り上げもアップする会社なんだということを言い続けてたんですねでシェアリングって何だと言われたときにまあ 全然今考えると違うんですけど、まあ、鳥箱みたいなもんですみたいなことを言ったり、ですね <laughs> まあなんかとにかく売り上げを上げる存在だということをです、ね、伝え続けたら、まあ、そうするとですねちゃんと伝わって、はい、それ伝わりました、本当に。はい、伝わりました <laughs> CM しまくってたんで、その時鳥箱がね、はい、それで伝わりましたねさすがの営業力、すごいでなんでも都合よく解釈するんで。なるほどですね 分かりましたあとそのちょっと少しちょっと視点を変えてあの世の中とかグローバル含めてあとその歴史も含めて見渡してみるとやっぱりその偉大なる起業家って、えー、まあプロダクト作りはもちろんのことちゃんと事業作りがあって最後その産業自体を作っていくっていうその産業作りみたいなこともされてると思うんですけど皆さんそのまあ今は自分たちの事業を中心にされてると思いますがその先の展開として。 自分たちの産業をどういうふうに変えていくのか、もしくはその中で自分たちはどういう立ち位置でやっていくのかというところで、どんな展開を見せてますか近いんで、豊、はい、田さん。なんかふと、昨日の夜のセッションと全然雰囲気違うって始めてるのかと、びっくりしてるんだろうなと思ってて、<ー>どっちかというと、こっちが多分本当だと思うんですけど、<laughs> <laughs> えっと、そうですね医療・介護力、さっきも言ったように、えー、なんだろうな。 もっとうまくなんだお金を回すっていうとすごく言い方悪いかもしれないんですけどもっときれいにお金を回すっていうことでなんか事業が成り立っていったりとか医療介護のまあ持続可能性サステナビリティとかやりますけどできるだろうなというふうに思っててなんか今って本当悲観的な議論しか基本的に医療ってあんまりされてないんですけどでまあ税金どんだけ使うのとか医療費高騰どうすんのみたいな話ですけどなんかもうちょっとうまくやりようはあるだろうと。やっぱりそこにインターネットを が使いたいたなとでやっぱりインターネットの価値って、まあ、本当にいろんな人の受け売りですけどやっぱり、まあ、物事を圧倒的に効率化できるっていうことと個、まあね、がエンパワーメントできるものだと思っていてやっぱりもうこれからは患者さんのエンパワーメントがどれだけできるかそれ医,療医師に対抗するとか医療機関に対して対抗するんじゃなくて一人一人がもっと健康医療というものに本当に自分ごと化できるかどうかっていうのが多分もう勝負だと思っていてでそれをやるにはインターネット が当たり前ですけどこんななに使われてないもう医療といった時にふっと出てくるサービスって今頭の中に一個もないと思うんですよね皆さんの中ででも医療って絶対誰かかかるし絶対死ぬし絶対生まれるわけなのでなんか自分たちの考えとしてはそういう患者さんが医療というものと接点を持つ介護でもいいんですけど接点を持つ瞬間にふっと想起、まあ、されないぐらい当たり前に使われてるっていうのがいいと思うんですけどなんかそういうものが。 一個、二個、三個とか出てくると、世の中変わっていくんじゃないかなと。あともう一個あるのが、よくあの。 なんだ先週のベンチャーでも登壇してあのね高岡さんとかとね一緒にグローバルむずいよねみたいな話してたんですけど日本っていう国が持つ特殊性とかそういうまあ医療制度とかなんだエコシステムみたいのをそのままパッケージで海外に見せられるものになるんじゃないかと思っていてこんなにいい医療がしかも持続可能だよねって言っててみんな満足してるよねっていう状況を作れたらこんなに強い世界コンテンツはないと思ってるので自社のプロダクトっていうよりは医療介護みたいな。 日本がリードして、それを世界にこういうふうにすると、こういういろいろ高齢者、高齢化とかいろいろあるけど、どこの国を抱える問題も対応できるんだよっていうのを見せていくってことができたら、すげえかっこいいなというふうには思ってます、将来的にですけどね川さんとかどういう、どういうふうに産業を変えていくんですか あのまあ、そうですね。まあ、ひまあ、えー、僕らの場合は認証というかまあ、セキュリティの部分なのかな？というふうに思っていて、まあ,あのまあ、既存の産業というところに対してはまあ、そんなに大きなその破壊みたいな感じではないので、うまくこう絡めるといいなというふうには思っています。まあ、僕らのやってることっていわゆる。そのセキュリティがまあ基本的には全部サーバーもオンプレで構築されていて、物理的なセキュリティが多かったものを。 まあ全部そこをクラウドに上げましょうという形なのでえ既存の産業である例えば鍵の一番大きなメーカーミアロックさんえ7割試合を持っていますしえ2番目のゴールという会社もまあ2割ぐらい試合を持っていてまあそういうところも逆に彼らがないと僕らあの生存できないのでその上にペタッと規制中,中のようにですねありがとうございますという感じでこうついているだけなのでまあそんな感じでまあうまくこう立ち振る舞いながらお互いま市場で隠していきましょうねというまあところのバランスは重要なのかなと。 っていう,ふうに思ってますただやっぱりあんまりやりすぎると、まあ、あのクラウド危険っていう、まあ、これもどこの業界でも多分皆さん悩まれてるかと思いますけどそういう文脈もこう起こり得るなというふうに思っていてそこはこう、まあ昨日の話じゃないですけど、まあ、何ですかねこういわゆる北風的なあの雰囲気だけじゃなくてちゃんとこういう、まあ、あの何でしょう 業界の方々とです、ねえーまあ、密接にこう付き合っていく必要があるんだろうなっていうのがやっぱり、まあ、ディベさんとかゼネコン、サブコンさんやっぱかなり大きなあの会社さんを相手にしている状況なので、まあ、重要かなというふうには金谷さんはその、まあ、今、駐車場のもう,もうすでにナンバーワンロケーションですけど、えー、そ,のその後の展開とか含めてどういう,ふうに見てるんですか、はい、あのやっぱり僕たちは 困りごととしては移動の困りごとに貼っていっているので、まあ、過疎地のおばあちゃんとかまあインタビュー行ったりすると、まあ、なんかもう生きがいがなくなったみたいなことをいきなり言い出すわけですね。でなんでですかというと、まあ、買い物に行くのが生きがいだったけど、まあ、バスの路線が廃止されてタクシーがの会社が潰れて。でまあ 免許も返納しろ言われて返納したらもう移動すらできなくなったと言ってたんですね、まあ、そんな中でまあそういう人と人が会うことをやっぱりコロナの中に残していきたいその手助けをしたいっていう気持ちの中であのまあ困り事ベースで調べていくと困ってたのはもうタクシーの会社とかもそうだったんですねタクシーの会社なんであの潰れたかというと後継者がいなかったんですよなのでそういう何て言いますかね今まではこう既存の産業をこうディスラプトするみたいな感じになってましたけど なんかプラットフォーマーとユーザーと、まあ、やっぱり競合と言われている会社とか既存企業のまあこう困り事も解決していくことで新たな産業って生まれるんじゃないかなと思ってましてなので、なんというか今まではなんか三方よしのビジネスプラットフォーム C2C だとありましたけど、まあ、競合というか既存業界含めた四方よしって言ったらいいですかね。はい、なんか まあそんな感じでやればいいんじゃないかなと思ってるんですが、まあ、産業という言葉自体ちょっとちゃんと理解できてないんでまあそんな回答でなるほどわかりました結構皆さんそのまあユ,ニユニコーンポテンシャルがあって、えっと、これからおそらくおそらくというか確実にユニコーン化していくんじゃないかなというふうに思うんですけどちょっとあの視点変えまして、まあ、これ g ー4 0で新世代リーダーの方々が集まってるということで そのどうやったら日本から、まあ、ユ,ニユニコーンというのは分かりやすい言葉ですけどその大きなスタートアップ社会的にインパクトを与えるスタートアップがもっと出てくるようになるのかとっていう観点を実際に起、えー、業家としてこのエコシステムの当事者としていらっしゃる3人にちょっと聞いて、えー、まあみんなとして何をやっていかなきゃいけないのかというところを、えー、と議論していきたいなという,ふうに思うんですけど、まあその端的に言ってそのまあ世界で今300社ユニコーンあります、日本にまだおそらく数社しかないという,ふうに言われている。 あのこの現状の課題、何をしたら、何を解決したら、もっと日本からもうその社会的にインパクトを与える規模も大きいスタートアップがたくさん出てくるようになるのかというのを、ちょっとそれぞれお伺いできればと思います。川瀬さんから言いまましょう、えー、あそううそですねもああの、まあ <laughs> 変な話なですけど、やっぱりユニコーンを目指そうみたいなこの雰囲気すらもう良くないなっていう感覚があって本当すいません。あの去年の G1 ベンチャー1兆円とかだったじゃないですかやっぱなんかそこを目指さないといけないんじゃないかなと、まあまあ、こんな、ね、会社が言うことでもないですけど思ってます。あの僕の,ほあの工場というかそのものづくりやってるのは深センの奥の,あの、まあ、中国のちょっと奥地であのやってるんですけど、よく深センとかはあの くんですよやっぱり彼らとやっぱ情報交換させていただくと本当に目線が違っててもうなんかユニコーンとか言葉聞,もう聞いたことないですもんねもういかにアメリカで上場するかとかグローバルで何位に入るかみたいなのでもう話してる中でユニコーンあなんか身の丈に合ったあのセッションに登壇させていただいたなみたいな <laughs> まあ,あの、まあ、なんかそんな感じのいやぐらいの感じのやつらがやっぱりうぞうむぞ,ぞうにいるんで。 まあ僕が言いたい話じゃないですけどその目線間で行くのが重要なんじゃないかなと勝手ながらやってますねまあちょっとその言葉はまあユニコーンっていうのはちょっと独り歩きしてますしあ,のあれなんですけどそのじゃあ大きな事業を作っていくために日本からえ本当に世界に出て戦っていけるスタートアップをどんどん出すためには何をしていかなきゃいけない何がボトルネックで何をしなきゃいけないと思いますか。 うーんそうですね、まあ、こういう、まあ、コミュニティもそうなんですけど、やっぱそこの目線感をどういうふうに上げていくかっていうところで、多分お互いで切さし合っていくことが一番重要なんじゃないかなっていうふうに思っていま本当、今おっしゃられたことに近いんですけど、やっぱり。 あいつにできるなら俺にもできそうだなって思ってもらうことがすごく大事だなと思っててめっちゃレベル高いところで言うとゴジェックとグラブの創業者はハーバードで一緒にね机で横だったみたいな話もありますけどまあなんか例えば僕はえと中学校2年生の時もうずっとサッカーしか知らなかったんで勉強したことなかったんですねで5教科101点だったんですよ。や,ややばいでしょ <laughs> 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 100いってもよく覚えてるんですけど100点超えたとでも <laughs> でも、まあ、どうしても行きたい高校が,高校があってめっちゃ勉強してあの、まあ、それでも入った高校の偏差値って45だったんですねでまあそこでそのままずっとサッカーしかしてなくてで22歳の時に引退して、まあ、そこからまあ営業会社に入った後に起業したんですけどなんか 遠い世界なんですね言うとスタートアップとか、まあ、当時いろいろ d、N、なんかモバゲーとか多分いろいろあったと思うんですけどグリーとかもう遠い世界すぎてもう自分たちの視野にこうベンチャーキャピタルという言葉が入ってこなければ企業という言葉すらも入ってこなかったんでなんかもっとこううーんエリートの人というよりも身近な人がこうやっていくとおなあいつみたいな感じになってくるはずなんで。 まあ僕の同級生とかもどんどん,なんか今、起業してるんですね、でこの間、たまたまなんかワールドビジネスサトライズ見てたら出てきたりして、なんか刺激し合えてるみたいなのがあるんで、まあ、もっと上,も上を見ながらね、僕の場合はやってるんですけど、まあ、そういうなんか、うん、なんていうんですか、一人がやったら、どんどんいけるんやって思えるんで、まあ、そういういの大事やなと思ってます、まあ、ちなみにその中で、まあ、まあ、おそらくパイオニア的にこう大阪からも出てきて。 あの大きな事業を立ち上げている金谷さんとして何、何が変換点になったんですか、ご自身として、周りにまあそういう人たちがなかなかいない中で、今こここにいらっしゃるわけですけどいやこれは本当に偶然です、それは、全然、もともとはベンチャーキャピタルの存在も知らなかったんですけど、ああ起業した後に資金に困って、銀行にすべて断られて、本読みに行ったんですね、資金。 お金にに困ったた読む本みたいなそこに答えが書いてあるの <laughs>、はい、そこになんかベンチャーキャピタルから調達するとか書いてて、まあ、将来性にかけてくれるって書いてて、まあ、ベンチャーキャピタルやったらいけるんかなと思って <laughs> こうベンチャーキャピタル日本って検索してテレアったんですよ <laughs> <laughs> やり方が営業ですね <laughs> <laughs> まあそしたら2012年に JAHCO さんが出資していただいてその時に視点がファイナンス志向に変わったんで。<laughs> <laughs> 本当、本当偶然です。<laughs> あ,あ、朝倉さん、すみません。<laughs> なるほど。豊田さん、いかがですか。<ん>えっと、な、日本から、その、なんっすか、ユニコーン、まあ、ユニコーンってあれですね。えっ、ー、と、あ<ー>まあ、大きなインパクトを出す、スタートアップがもっと出てくるために。の課題は何で。何をしなければいけないのか。そうですね。まあ、でも。 優しく見守ってくれる VC の方々が一番大事かなと長い目で温かく見守ってもらえたらいいかなというふうには思ってますけどそれは表の改定だとしてでもホントにホントにホで,ですえちょっとさっきも話してたとことつながるんですけどでもベンチャー業界に来て私まだ4年半とかなので正直業界理解も別にそんな古くを知ってるわけじゃないんですけどやっぱりその先輩たちの話聞くと、まあ、こんなにお金が。 ちゃんと未上場の段階で回るだから今なんだ例えばある程度大きなベンチャーとかで本当にいろいろ大量賞とかいろいろ考えますけど30億集めたいってなれば将来性とかがちゃんと説明できればなんとかなるって思える金額だと思うんですよ30億とか。で多分 5年前の起業家の人たちから聞くといや3億集めるのでもやっとだとかそれこそリーマンショックごとがあってもうお金すら集まらないみたいな状況だったっていうのはよく聞いていてってなると結局まあそのかけられる投資資金みたいなものがやっぱ全然変わってくるのでなので本当に信じてお金を出してくれてそれを元に頑張るっていう。 サイクルが回るともちろん全部がうまくかかんないですけれども少なくとも大きいものをかけるにはずっと黒字出しながら自分たちの利益で回すなんて多分ほぼむ難しいと思うのでなんかそこの環境の違いはいい環境しかまあ知らないっていうのはあるんですけどあるんだろうなっていうのは本当に強く感じますね結構そのやっぱ資金のところがボトルネックでそれれが解決されつつあるっていう昔に比べて今そういう大型上場とかが増えてきたっていうのはきっと多分 それなななんじゃないかっっって思って思ますけどねなるほどちょっとここで10秒 CM を入れたいんですがあの我々グロービスキャピタルパートナーズあの4月に、えーはい、あの新しいファンドを立ち上げまして400億のファンドで、まあ、その大きな、えー、と意図としては、えー、と1社あたり50億円出せる、えー、っていう意味合いでそのファンドを立ち上げてますあのメルカリもまさにそうでしたけど、えー、と上場までにエクイティで170億ぐらい。 えっと、調達していて、やっぱその一線をこう超えていくような企業を作るには、作るにはおそらくエクイティで100億以上調達していく必要があると思っていて、えっとまあ、その、えー、ラウンドを作るためにも、えー、そういう形でやっています回ゆえのこのセッション。というわけではなかったんですけど、ど <laughs> 10秒超える、はい、ちょうどいいタイミングだったので、もう少ししたら全体討議入っていきたいというふうに、えー、思いますが、えっと、最後にちょっとその。 えと昨日の夜のセッションでもありましたけど、えー、とこの場に,には本当に、えー、と日本の、えー、と次のリーダーの方々がいて、えー、とそれこそ政策提言だとかみんなで発信力がある方々だとかいろんな、えー、と力を持った方がいると思いますそのこの G1 Under 40コミュニティもしくは G1 全体のコミュニティとして、えー、こういうことがあれば、えー、もっと日本のスタートアップ元気になるのにもっともっと、えー、それこそアリババテンセント えー、バイドゥとか、えー、ガファみたいな企業が出てくるのにというところで何を僕ら全体としてえっ、ー、と支援していければいいのかというのをちょっと皆さんからそれぞれアイデアいただいてそこから全体討議を移りたいと思います。金谷さんお願いします。あの去年初めてここに参加したんですけど、まあそのから体のバトルでしたっけえっ、ー、とボッチャやったんですけど、まあそこんなにも負けず嫌いの人がいるのかと <laughs> あの思ったんですね。でその時になんか その会った人たちのことを調べたらめちゃくちゃすごいこといっぱいあるんですけど全然なんか知らなかったというか表に出てなくてもっとなんか自慢もっとしてほしいなと思いました自慢,自慢してもらったらなんかもうとにかく悔しいんですよねあこんなすごいんだと <laughs> だから、もう競争してもう自慢し合って競争して悔しさで上がっていくとな,るほどなんかそういうイメージ。 ですかね、もう本当、なんかメルカリさんとかよく出ているんで、見てたらやっぱり、もうとにかく悔しいというか、創業もそんなにね、僕ら2009年から会社はやってる中で、まあ、やっぱ経験ある人たちがやったものの、ドド,ドーんっていくわけじゃないですか。 そう考えると、ね、本当になんか社員とかもメルカリはすごいけどうちなんてみたいな話を昔してたんでなんかそう考えるともとにかく悔しいもっといろんな悔しいが、ね、こうあればどんどん上がっていけるなと。 っっちょっとねね<ー>そ,そうなんですよ、ね、あのやっぱ負けず嫌いとかをどんだけモチベーションの、まあ、それが現,現世になっちゃだめですけどやっぱ利用しない手は結構パワフルなパワーなんでした方がいいなと思って,てまて、あ、僕は88世代で今30なんですけど、まあ、例えば起業する前だったら例えばさっき名前が出た「綾太郎」とか。 あとは、えー、春日んとか、まあ、そういったのが結構あの同期だったんですよねそこで見てあこんなことやってるんだすげえなと思いながら僕も起業したし、まあ、今じゃあのー、こういった方々とお話させていただく中で時価総額501銭もっとっていう方々と、まあね、飲み会とかやってると、まあ、同じようにこうどんちゃん騒ぎやってるわけですよねプライベートも結構ありたりするんでなんかみんな <laughs> みんな,なんか人間じゃんみたいな,なんかまあ心のどっかで いいけるんじゃなななかかみたいな感覚とかこう身近なよりすごい人たちが身近になってきてそれをこうバネに頑張ろうみたいなまあそういうコミュニティってマジ最高だなっていうふうに思っていてここがもっとえぐいあの感じになっていくと本当にあの日本全体がですねあのまあそんな感じのぐっのとこう引き上げるパワーをですね g 1が持てるんじゃないかなという,ふうに思ってますね。 はいあの初参加の方も多いんであのどんだけ負けず嫌いなんだろうっていうのは多分これから今日午後感じいただけるというふうに思いますがあの僕去年初参加であの体のバトルうちのバトル終わった後に声が出なかったとあの声枯れるぐらいあのすごいギャギャ言ってたなというふうに思ってますじゃあおさんお願いしますそうですねい今 G1 に参加 ててほぼ初めてがおととしの40で,で、去年来れなかったんですけどでそれからサミットとか読んでもらったりとか、えっと、いろんな GI ベンチャーとかいろんなものに読んでもらってだいぶ本当2年前はアウェー感がすごくて多分初めての方感じてたりとか,なんかまだどんなスタンスで GI に臨んでいいかわからんみたいな方多分いっぱいいて私も2年前そうだったんですけど。 ななんだろうな基本的にいい意味でみんな別にそんなに気にしてないみたいな人たちの集まりなので <laughs> なんかそんな初めてか,だから逆に言うと初めてだからといって手厚く何かをしてくれることもなければ初めてだからといってなんか別にお前外物だろみたいな感じも一切ないみたいななんか不思議なコミュニティだなっていうのを来れば来るほど感じるという状況で,で,で何が言いたいかというとなんか G1 にいたっていうだけでいろいろ話が聞きやすかったりとかなんでまあ 競争っていうかこうライバル、自分もっと頑張らなきゃって刺激をもらうっていうのとともにちょっと分かんないんで教えてもらっていいですかみたいなとかあの逆に聞き合えるっていうのもこの g 1の面白さだなと思っていてまあこのメンバー背中から刺すことはないだろうみたいな感じはあるのでそこが g 1の良さかなと。 今ちょっと考えてるのが医療イニシアチブとかってありましたけど g 1から医療について政策発信したりとかしてるグループっていうのが今ない状況なのでそういうのを立ち上げたりとかっていうのもなんかいろんな人に相談したらいいんじゃないやったらみたいなある種みんな結構なんか軽,軽くそんなに <laughs> やったらいいじゃんみたいな,なんかいいと思ったらやればいいじゃんみたいな感じなのですごい g 1にいるコミュニティとかメンバーっていうのを刺激もらいながらこっちも。 なんだ利用するって言い方変ですけど自分,たち自分のやりたいことが応援してくれる仲間とか一緒にやりたいと思ってくれる人結構、やっぱななんだろうなそういうところでは似てる人たち多いのでなんかうまく使ってお互いにいけたらいいのかなというふうには感じじてますなるほどじゃあ,まあここにいるメンバーでまあ自,自慢し合ってプライベートもさらけ出して、えー、それでまあライバルでありながらもまあもちろん背中からは刺さらず一緒にやっていくということですかね。 ちょっと夜,夜飲んだ人たちはやっぱ強いなとは思いますね、強いろいろさらけ出しちゃってるので、うねはい、もう今からお互い裏切らないでねみ,みたいな感じになりますいろんな人生経験を語り合うということをやってます。はい、じゃあちょっとここで、えーと、全体討議に移らせていただきたいと思います、いろんな方がいらっしゃると思うので、いろんな観点から質問,、えー、質問、質問もコメントも、えー、提言も、えー、いただければというふうに思ってます。じゃあはい 大変面白いい議論ありがとうございましたあのユニコーンというところであのさっきム村君からも、まあ、あのユニコーンになるためにはあのそれなりの,あの投資も必要だという話があったと思うんですけど意外とお金って使わないのも難しいけど使うのも難しいと思うんですよね。でいろんな会社アメリカの会社とかありえないお金の溶かし方しているところとかすごいアグレッシブなところ言っていると思うんでか今までのジャンルとそうじゃないジャンルで今た仮に100億あったらどういう分野に投資しますか自社の中で。 ちょっとまとめていくつか受けたいと思います。100億かればどういうふうに使うのかっていうのが一つですね。はい、えー、ラクスルの松本です。あの残念ながらですね、ユニコーンになる前に上場して、<laughs> えー、上場後に1000億を超えました。ああの一つ提言があるんですけど、えっと日本の場合本当に長く未上場でいるのがいいかっていうのは思っていて、ラクスルもマネーフォワードもユーザーベースもみんな上場後1年以内に株価が2倍、3倍とかになってるんですね。これ何を言っているかというと、ラストラウンドになる VC のプライシングが実は間違って メルカリもそうなんですねあのつまりアメリカの場合はあの例えばラストラウンドってブラックロックとかフィデリティとかベリントンとか機関投資家で VC じゃないんですよねで。結果的に上場した後に株価下がるケース多いんですけど日本の場合は全部500億以上の上場って上がっていて。あのこの あのランドスケープがちょっとアメリカと違うなと思っていて、実は500億ぐらいの上場をした方が、早く資本政策を組みやすく大きな調達ができるんじゃないかと、変にユニコーンにこだわる必要はないんじゃないかなというのが、えー、一つの提言と、あと VC のラストラウンドのバリエーションは結構間違ってると思うんで、<laughs> えー、お願いしますありがとうございます、ありがとうございます。<laughs> いや もう少し質問を受けたいと思いますが、あのまとめて回答させていただきますので。お願いしますえっと、にん、にんと申します。えっと、ちょっと僕聞いてて、あの、呼ばれた理由のちょっと厳しいことを言いたいなと思っていて。いや、そもそも中国とかでやってて思うのは。 今日この場にいる人、多分ほとんどが僕スコープが狭いことが一番ユニコーンが生まれない理由なんじゃないかって聞いててて、すごい思いましたと。で、まあ、まずそもそも論日本のマーケットのマーケットシェア世界におけるグロー GDP シェアって下がり続けてるんで本当に世界で戦える、まあ、ユニコーンとかデカコンとかみたいな企業を作ろうと思うとおそらく日本マーケットでずっと頑張ってること自体がその可能性を引き下げにいくんですよね。ね日本を頑張るって僕はすごいいいことだと思うんですけどあのすごい日本って恵まれているポイントいく,いくらでもあって。 だけど、えっと、なんか今日の議論もどっちかというとう日本で勝ってからまあグローバルみたいな議論が多いんですけどなんかその日本でシードをやるのはいいけど最初からもっとあのグローバルニッチでも、まあ、グローバルもっとでかいことでもなんかそういう形でデカコーンとかユニコーンとかを作るディスカッション、まあ、そういう企業みたいな例とかをもっと出していかないとなんかそもそも生まれる率がどんどん下がっていくだってマーケットグローバルにおけるマーケットが下がるんだから。 っていう話にな気がしていて、なんかそういう視点ってないのかなみたいなことはすごい思いました。なのでぜひそういう議論もしたいなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ一旦ちょっとここでえっ、ー、と受けたいと思いますが。まあ、まず最初の一つ目のそのお金使う方も難しいよねということで、100億あったらえどういうところに投資していくのかっていうのをどなたにしましょうか。100億調達していくぞと。 まあ、僕の場合は、じゃ、はい、じゃ,あじゃあ、金谷さん。はい。で、あとはもう一つ、その先ほどニンさんからの質問で、その、まあ、グローバル展開を含めて、早いタイミングから。えっと、日本市場を超えて、見ていかなきゃいけないんじゃないかと。いうところに関しては。じゃあ。あ豊田さん。豊田さん、はい、行きましょう。じゃあ、あ金谷さんからお願いします。そうですね。まあ、百億円あれば、もう絶対。たくさん車を買います。もう、<laughs> ちゃんと、まあ、もちろん。 まあ、投資部分を回収できるシェアしていくためのものなんですけどやっぱり C2C C でやっていくのは結構時間がかかって最初 B2C で結構力技でビジネスに成り立たせるという部分が大事なので、まあ、そこはまあカーシェアとかあのやる上では大事かなと思っているので本当にそこにお金使えたらベストだなと思ってます。ユーザーザはままっててすすのであとはまあ車です、ね、を使いやすくしておけば いいかなと思ってますあと、まあ、先ほどのグローバルの視点の部分なんですけど僕たちはあんまりこう日本とか海外とかあんまり考えてなくて年ごとに考えてますあの展開が全てドミナントになってるので、まあ、大阪完了したら同じ年ぐらいは行けるってことで、まあ、なんか例えば台北行けたりとか、まあ、名古屋も行けるよねみたいな話をするので、まあ、なんかそんなに。 こう日本、海外っていう意識をしていないというか、まあ、海外含めやりやすい都市順番に、まあ、やっていくっていうところを考えてやってますね。はい 僕が100億あったら、えー、まず今あの、やっぱりマネタイズとかキャッシュフローの観点でも法人ばっかり攻めてるんで、まあ、それを他の領域、ホテルとか商業施設とか家とか、そういうところはまず速攻でガーって攻めるだろうなとうう思いますし、あと海外もやっぱりやりたいっていうのはあります。でまあ、物なんでもあの日本のの時価総額ナンンバーワ えまあ例えばトヨタもそうですしまあソニーもそうですしやっぱり日本ってものづくりの国だしそれこそあのプロダクトだったら言語の壁をプロダクト見せれば超えていくのであのグローバル前提で作っているというのはまあものづくりの会社としては当然ありますしまあ工場もそんな感じですとただやっぱりあのまあまあここからちょっと甘えかもしれないですけどやっぱ急拡大させるとやっぱりまあ製造だとか路地とかそういったところで結構破綻しかねないまあ事業でもあるなというふうに思っておりましてまああのそこは 思いっきり背伸びしながら、ただ、ジャンプが続くわけでもないので、そういったまあ長い目線で、しっかりと虎視さんだと進めていくっていうのが僕、に僕にとってのグローバルっていう感覚ですねあ松,本さん松本さんの質問に対する僕の答えはあのあの、基本的になぜプライベートにいるかっていうと、なぜパブリックに行くかっていうと、基本的にはプライベートラウンドでお金が集まらなくなったから。 で、プライベートラウンドでお金集めるだけ集めた方が良くて、パブリックに行くと。まあ、アメリカの小泉さん若いようにいろんな意味で説明責任がものすごい。パブリックに対するコミュニケーションとか様々ままなコストが発生するから、プライベートラウンドで思いっきり集めるだけ集めた方がいいんだけど、最後のラウンドについてはほとんど vc が決めないんだよね。特にビリオンダラー以上のバリエーションがあった時には、例えばまあの金融機関とか、あるいはゴールドマンサックスとか、あるいはそういった会社が入ってこないと vc が。 支えられない大体数百億円ぐらいのバリエーションだからそれ以上を超える段階でプライベートラウンドでお金を集めるだけのそういった魅力がある会社であれば集まるんだよねところがプライベートラウンドで魅力が見せられなくて集められなくなった段階でパブリックに行くというのがそのほうがスピードが速いからそれがそのユニコーンということの理由なんだよねということは じゃあプライベートラウンドでお金集まらなかったからパブリック行って集めていく100億で集まって自時総額100億で上場するという方法もあるんだけどそこから伸びていくことを考えた場合にはプライベートラウンドで引くだけ引いちゃってそしてパブリック行った方がその後のあその、まあ、展開が早いしそこまでの段階で願わくば海外にアメリカに進出しちゃってそれがあのアメリカリとそれからスマートニュース。今日お二 2社とも来てるけどそういった事例だから、まあ、僕はそういう意味でユニコーンといったのは,はやなるべく多くのお金を集めてそして早い段階で世界に行くということを考えてそうしたパブリックマーケットを気にせずに契約っていくた上でそこで集めるところがなくなったらつまり海外の VC も含めて投資をしてくれなくなった段階でそれはじゃあパブリックで調達していきましょうという発想が僕は正しいやり方なんじゃないかと僕は個人的に思っています。 <laughs> そうですね、もう1時間ぐらい話したいなというネタなんですけれども、僕らの会社、ファクトだけ言うと、今、ですね来再来週、えー、サービスをローンチして6周年記念です、でもメールカって6年なんです、たったで、6年で今、社員数1800人ですね、海外だけで250人ぐらいいます、で売上げというか、月間の流通高が500億、でアメリカでは大体、今の会社、ちっちゃくて50億ぐらい。 でいう感じなんですねで IPO 前のラストラウンド僕らは3000億円ですね IPO 前の最後のラウンドが3000億円ぐらいで超時価総額で調達したんですけど今が大体時価総額5000億ないぐらいですねで、まあ、あの僕自身がですねあの、まあ、堀さんもそうおっしゃっているように、えっと、プライベートで集まれるうちは僕も集めた方がいいと思いますしパブリックに行くタイミングっていうのはあ結構会社の戦略によってさまざまだというふうに思うんですけれども、えっと、グローバルを目指すんであれば えー、パブリックだろうがプライベートだろうが、えー、説明責任をするうえでの言葉の重要性というのをトップがあもっと信じるべきかなというか言葉はすごい大事だと思っていますで実は今ですねあの先週僕ら IPO して1周年だったので、えー、初めて ESG のレポートを出しましたでこの ESG というのは多分 G1 にる古い人から言うすると、まあ、g p i f の水野さんが 主に引っ張っていたんですが要はそのグローバルな文脈で僕らの会社をどう魅力づけるのかというのをですね、えー、設定しましたでこれ実はチームはほとんど外海外のメンバーで作りましたで僕らの会社は次グローバルに行く場合にグローバルな人にとってどういうメッセージがあったら僕らの会社が魅力的に移ってこのサービスを作りたい使いたいであるとかこの会社で働きたいであるとか、えー、まあそういう彼らの文脈に合わせていくっていうことですね で,これまで僕らの会社は、まあ、メッセージング、まあ、メリカン・コスシュと言たミッションとバリューをかなり人がです、ね、あの答えられると思うんですけども、まあすごく言葉を大事にしていたんですがえ今日、日本初の,その、まあえー、グローバルで活躍する会社を作るという意味で言うとグローバルな文脈で僕らの魅力をどう伝えるのか、えー、各ここにいるトップのリーダーたちが自分たちの会社であるとか自分にやっていることを彼らに対して英語でどう説得する言葉で 伝えていくのかということをもっと考えていく必要性があるんじゃないかなというふうに思ってますし、まあそうやっていくと多分目線がセンター上がっていくんじゃないかなというふうに思ってます。はい。はい。ありがとうございます。そうしましたらもう一回えっ、ー、とまあコメントもしくは質問等々、えー、お受けしたいと思います。はい。じゃあ香川さんと他にはいらっしゃいますか。他の方は。はい。お願いします。あ、香川です。あの提言というかあの嫉妬のネタが出たんで、僕も今週嫉妬したことがあって、今週あのバイトダンスのイーミンが日本に来てるらしくてですね。 彼ら8兆円で30歳で歳すよねで知人があったんですけどどうだったという話をしたらあのもう次のこと考えてるとあの今、スラックみたいなのを狙ってるらしいとで彼らも数億ユーザーいるっていう TikTok 作ってもまあそんぐらい貪欲でやってるっていう状況でムカつくなと思ったんですよねなんであので、そういう連中と、まあ、先に忍くのなるじゃないですけどそういう連中に嫉妬しつつ、まあ、高いところを目指していきたいなと改めて思ったということで、えー、燃えたのでシェアでした。<laughs> はい、ありがとうございます あこちら先行いましょ私は大学教員なんでアメリカ大学の教員やってるんですけどヘルスケアとか、まあ、それこそ今 AI とかどうしてもやらざるを得ないで AI とかアメリカで起業してる人とかといろいろ話を聞いてと思うんですけども本当に見たことない多分聞いたこともメディアにも載ったことないような、まあ、カッティング技術というか尖ったものがいっぱい結構あってですねこんなの起業したら一発で多分こう風景変わるよねっていうようなものが結構あるんですよねで。多分そこがうまく なんか、でも、その人たちは、そんなにビジネス化するのは上手じゃないんですけど、なんか、そこはアメリカうまいなと思うんですよね。あ、でも、っと、もっと、なんか、そういう大学からカッティングエッジのもの、ポンと引っ張り出すだけで、多分。全然、あの、武器が変わってくると思います。大学の技術ですね。はい。じゃ、もう一回、ニンさん。と、まあ、その、火種を、火種というか、まあ、みんなが嫉妬っ,ってエネルギーだと思うんで、ぜひ、その、数字を知っといてもらいたいんですけど。バイトランスって、できてから、六七年ぐらい。まスマートニューと同じぐらいの会社なんですね。で、現在、この瞬間、時価総額八兆円。 でこの瞬間4万人の社員ですなのでスケーラビリティはあは言い訳になりません。 っていうのは世界で最高になろうと思ったときベンチマークというのはそういう企業が今出てきている以上はそれだけエコシステムが変わっているわけですよ、ね。例えば20年前、アメリカだろうが中国だろうがそういう企業は生まれなかったんです僕らの時代は彼らの時代とは違うんですだから僕らが本当にベンチマークすべき相手がどのぐらいの成長していてでも同じことはできなくても桁感ぐらいを負わせないとその今、僕らってゼロが2つ少ないことをやっているわけですよねでそ,れそれをまず知った上でやらないと多分あのその何に正しく嫉妬すべきかということは多分違うんですよね ということを多分あの皆さん知った方がいいなと思ってます。はい、なるほど。ベンチマークを上げていくと。他にありますか。はい。ごめんなさい。ちょっと顔が見えないです。あ、はい。藤本さん。他の方はいらっしゃいますか。最後にお受けしたいと思いますが、大丈夫ですかね。はい。はい。あ、プラガノのペイの藤本です。 えっと皆さんのグローバルの意見、本当に同意で、あの私たちもえと今期69社のスタートアップを支援していて、半分が海外なんですけれども、皆さんにぜひやってもらいたいのは、その海外の企業家たちと一緒にえとまあコミュニケーションする、あのいきなり採用人をしなくてもいいかもしれないですけど、さっきのベンチマークと同じで、やっぱり知るっていうのを自分たちがやっていくっていうのを、あのぜひやっていただきたいなと思います、提言です、以上です。はいいありがとうございました えっとそうしましたら最後に、えー、数分なのでまあ今のそのグローバルでしっかりベンチマークもとグローバルを見渡していこう、えー、という点も踏まえて最後に皆様から一人ずつメッセージをいただきたいと思います。じゃあ金谷さんから。そうですねまさに今までのまあ起業してから10年はずっとこういろんなきっかけがあってまあもと営業会社でしたけどまあ変わっていきましたんでまさにまあ今日の議論まあすごく勉強になるところもあるんで。 まあそれをきっかけにしながらまあやれればなと思っていてまさにそのために今時間空けてましてもう駐車場事業自体は全部もう o o に全て任せて、まあ、自分は結構まあ海外見に行くとか、まあ、新しい領域をこう探るためにやっているんですけどまさに何ていうんですかね、まあ、僕は正直あの必ず成功しないといけないとは思ってないんですよ、今回ですね、1週目。そ、まあ、そこそこの でもいいと思っていて失敗でもいいと思ってるぐらいなんですよ、もうそ,それぐらい捨てるものがないので、まあ、自分のこういう場で得たものを生かすという今まで培ってきたこの感覚をちゃんと生かして、まあ、皆さんとディスカッションしながら本当に、えー、得ていろんなものを自分のものにしていきたいなと思ってますんで、まあ、本気で改めて頑張ります。はいはい 今日はどうううもあり,ありがとうございました。あのいやそうなんですよね。結局、まあ、グローバルに行かないと話にならないというのはまさにそうだなというふうに思っていて、まあまあ、スケーラビリティは理由にならない、ま,あ、まさにそうだなと思いますで、まあ、ものなんで、まあ、どこまで行けるかというところはしっかりあの議論しながらなんですけど、えー、やはり日本の高セキュリティ高品質、高サポートで,です、ね、グローバル行けるんじゃないかなというふうに思っていますのでまずはあの。 僕がどんどん成功して皆さんから嫉妬を浴びるような存在になることで元気になるんじゃないかなというふうに思ってますので引き続き頑張りたいと思います。今日はありがとうございました。いしたはい、そうしましたらまああのいろんな意味ですごくプレッシャーのかかる目線の上がるパネルに登壇いただいたお三方とあとは非常に活発なしかも目線の上がるこう発言をいただいた会場の皆様に感謝をして拍手をしてこの会を締めたいと思います。どうもありがとうございました。